ちょっといろいろなんか、どんなものが安売りされてんのか見ようや。安売りって言い方叩き売られてんのか見ちゃいましょう。旬を過ぎたゲームを見よう。そうだ、大人気です。大人気です。見てやんよ。はい、こちらです。すごい出ました。あ、出ました。はい、ここにもアドベンチャーさんがいますね。アドベンチャーさん、あ、0円です。あ、0円見るだけならただですよ。すごい安くなってんじゃん。そうなんですよ、7560円が1890円。そうなんです。しかも新発売だよ。新発売なのに。おや、全く売れなかったんだろう。違います、 XBOX1 になってですよね、うん、これね。あ、感謝の気持ちを込めてみたいな。そうそうそう、ちょっと違う。あ、違うの。今まで売れたから違う、あ、違うの。まあ、いい。まあ、いろんな、まあ、事情があるのね。そうです、そうです。一応新発売なんです。なるほど。はい、こんな感じです。ちょっと下にスクロールしていきますね。クリスちゃんもいますよ。はい、で、携帯ゲームもなんですね。うん、すごい。うん、これ今値段安い順ってやつ。これはおすすめ順です。おすすめ順、ちょっと安い順、安い順にしてさ、一番安いの見てみよう。見ちゃいます。うん、分かりました。本当に108円で売ってんのかさ。そうですね、確認しないと。確認し、嘘かもしれない。じゃあ、あった、やばい、108円だ。悲しいね。もそうですね、待つゲームの末路はこうなっていくんだ。そんなことない。もっと人気が人気があって、ありすぎちゃうんですね。そうかそうか、うん、でもほとんどの方が持ってるからっていうのもあると思います。あ、そうか、そうそうそう、どうせ買わないでしょみたいなね。いやいやいや、違う、違う、108円で商売する気はないもんね。だってよだれが止まらない、私さっきから。あさみさんでよだれ、私がすっごい。あさみさん、ありがとう。大丈夫だから。結構108円じゃないにしてもさ、200円台とか300円台とか。そうなんですよ。結構、あ、ほら、マキセ・クリスの、うん、これハンドアレーカーっていうね。300、あ、元がでも648円だもん。そうですね、これゆうちゃんも出てるもんね。あ、はい、ね、あ、そうなんだ。お世話になっております。ごめんなさい。ごめんなさい、どのお話出てたの。ね、あ、でも安い安い、みんな。あと、コープスパーティーシリーズもだいぶ安くなってますね。あさみさんがありがとうございます。個性されていらっしゃる。ありがとうございますよ。人気な、すごい。これはでも選べるからいいね。すごい選べますよ。たくさんあります。何タイトル、何タイトルが出てるのか。さあ、わかんない。すごい、これ全部、全部ここまでです、ここまでです。あ、すごいね。あ、ほら、関さんの出てるサイコパ コパス、うん、はい、選択なき幸福も、うん、もうこれもでも、もう旬は特訓過ぎてるから。そんなこと、関さんでも大変なことないで。いやいや、もうだいぶだって、ほら、もうだいぶ経ってるから。私たちが出たかったですよ、サイコパス。出ればいいよ、全然。どんなことだ、関さんのコネで。あ、わかった、言っとくわ。言っとく、続編があるときに。もう困る困る、怖い、困るんで、ちょっとね、ニコ生だけじゃなくてサイトにアクセスしてですね、うん、あのアクセス数とか売り上げが今後のね、はい、私たちのギャラとか、うん、他の作品に出れるかどうかもかかってきますから。え、変わんの、それで。変わるかもしれないですよ。今日関さんがすごい頑張ってくだされば。今日はでも反映されないよね、今日のには。偉い人いっぱい来てる。そうです、関さん今日です。いや、金は欲しいね。わかりました、関さんがお金を欲しいアピールをします。関さん、お願いします。じゃあ俺もだから、なんかさ、108円とかでダウンロードできる何かを、関さんは、うん、関さんがやります。作ってもらったらいいよね。関さん、どんなのやりたい。え、いや、なんかもう何でも淫猥な言葉とかを言って、女の子たちのあの何、スマホにダウンロードして。完全に18禁になってダメです。あ、ダメなの。ダメです。エッチなのはないんだ。エッチなのはないです、多分。そうなんだ。ちょっとセクシーなのはあるかもしれないですけどね。そうかそうか、どこまでをそうするかだよね。そうですね、で、まあ、一番安かったのがね、はい、あの一番上にあったメモオフなんですけれども、はい、このシリーズなんですが、うん、あの PSP 用ソフトになっているものとかありますよね。はい、これとか、これとか、はい、これ実はプレイステーションビータでもプレイ可能となっています。なので、はい、ビータしか持ってないよって方も恐れずにご購入いただければと思います。わかりました。はい、そうか、にもいろいろ見てきましたが、いろいろありますけどもね。じゃあ、もうちょっといっちゃいますか。いっちゃいましょう。